17度なんだ。さあひんやりするね。うん、寒いよ今日。これね、多分折れるよ、そのうち。だからもう、もうメッキは完全になくなって。もう柔らかいもんね、ここ。すぐ曲がるもん。マッド久しぶりだ。マッド久しぶりだ。マッド久しぶりだ。出た。早かったの。早かった。それでは皆さんこんばんは。こんばんは。現在の時刻が夜の20時17分になります。はい。今日は気温の方が17度ということで、だいぶ秋らしく冷えてきました。そうですね、うん、朝昼夜のね、あの寒暖差が結構激しくて、うん、今は若干肌寒いかなっていうぐらいですね。はい。今回はですね、あの焚き火ディフレクターをちょっと購入しまして、はい、っていうのもですね、うん、あの焚き火ディフレクターを購入したのは、うん、あのちょっと理由がありまして、うん、実はもう去年からね、あの欲しかったんですよ。目をつけてたんだよね。そう、うん、であの僕たちの動画のエンディングの方の、うん、あのキャンプの時、うん、国民給油地だったよね、うん、があの結構寒くて、うん、でその時ね、あの、まあ、タイムラプスを、まあ、撮ってたんですよ、カメラでね、うんうん、でその間ずっと、まあ、焚き火してたんですけど、うん、焚き火してる様子がね、まあ、エンディング載ってると思うんですけど、うん、あの時もめちゃくちゃ寒くて、もうね、あの背中も寒いし、うん、前もさ、もうちょっとこう日がちっちゃくなろうもんならさ、うん、冷気がブワーッきてさ、うん、もうとりあえず火を絶やさないようにと思って、もうだんだんこう薪を燃やしてね、うん、とりあえず寒い思いをしました。はい。でこの間のあの動画、これの1個前の動画になるんですけど、うん、こっちのあの後ろの方がですね、うん、焚き火リフレクターを使って、うん、あのぬくぬくキャンプされてて、うん、もうね指くわえて見てました。そう、うわいいなっつって、だってもう着いた瞬間あれあれみたいな感じで言ったもんね。もうね、焚き火をするんだったら絶対あった方がいいと思います。まあリフレクターってあの反射板って意味だと思うんですけど、うん、まあ、リフレクターが反射かな、うん、と思うんですけど、うん、あの風防にもなるんですよね、もちろん、うんうんうん、だからあの風で火の粉とかが、まあ、飛びにくいように、うん、っていうのもあるから、まあ、一石二鳥なんですよ、うん、風からも守れるし熱も反射してくれるし、うん、そしてあのこの焚き火からは、うん、あの遠赤外線が出てるみたいで、うん、あの遠赤外線で体の芯まで温めてくれるみたいだね。ああそうなんだ、うん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 、だから実はこの焚き火ってもう このこっち側の360度、うん、全部にこう行ってるんだけど、うん、リフレクターで向こう側にこうあのしてあげることによって縦をね、そう縦をしてあげることによって、うん、そっち側の無駄の方、人がいない方のこっち側に向けるから、まあ空あったかいよね、うん、2倍2倍だ、うん、そうだね。俺の渾身の逆が、うわ危ねえでかぶってしまった。なんつった、何も言ってやない。だってヒノコがめっちゃここに来たんだもん。マジ。まあそれでも早速じゃあちょっと使ってみましょうか、うん、はい、まずですね本体を見ていこうと思います。本体の前に袋なんですけど、うん、の前に本体がいいですね、うん、もう袋は見たからね。袋がなんか結構評判が悪くて、あ、そうなの、うん、コメントがね
あの破けているとかさ、そういうのがあったんですけど、まあ、うちのは破けてはないですね、うん、ちゃんと作られてはいますよ、うん、大丈夫そうです。はい、これが取扱説明書になります。1年保証なのかな、保証もついてますね、うん、でですね、これの、 あのウィンドスクリーンですね、リフレクターの最大の特徴というのは、こっちがあの焚き火側になるんですけど、ほら反射します。シルバーなのにこの裏ね、マットブラックなの。これがね、新しくて、こういうのなかったんですよ。で、わ、すげえかっこいいと思って、なんか表面はもうね、キラキラで、後ろはマットで、だからまあ、 あの向こう側を通る人からは黒く見えるっていうさ。で、高さが60センチで、広げた時の長さが122センチだったかな、ちょっとここに書いておきますけど、なんか大きくて、まあ、高さもあるから、まあ、しっかり熱も返ってくるし、風も遮ることができるっていう、それなのに見た目がブラックでかっこいいっていう。で、あの、まあ後で紹介しますけど、これのここの先端部分ですね、こう丸くなってるのが結構多いんですけど、これは上がフラットで若干角が丸めてあるっていう感じなんですよ。で、形状的にも気に入って、本当値段もね、そんなめちゃくちゃ高いっていうほどじゃない。で、ここにこのビアジオプラスっていうロゴが入ってます。で、こっちのこの黒い方を焚き火側に向けて使ってもいいですよっていうのも書いてあって、まあ、そうなるとどうなるかっていうと、あの副射熱の反射っていうのはあんまりないらしくて、なんならこの黒が熱を吸収して、このウィンドスクリーンが熱くなるみたい、吸収する分。だからまあ結局さ、車でもさ、あのシルバーの車と黒い車って、黒い車の方が熱吸収して熱いじゃん、熱いね、と一緒。ああ、そうなんだ、うん、一緒一緒っていう感じで、はい、まあほとんどの人はもうこっちを焚き火側にするんじゃないかなと思います。で、あとはこの付属品になるんですけど、まずペグね、ペグが 1,2,3,4 本、ほら黒色の L 金具、ちょっと見にくいですけどマットブラックだよね、一応ギリギリ黒色の L 金具があって、で、超ネジで、これは何をするかっていうと、ここに穴があるんですよ、ここ見えてますか、ここにこの L 金具を超ネジで止めます。で、止めたここにペグダウンして、ほら、あのリフレクターが飛ばないように風で。そうなんだ、うん、これめちゃくちゃいいですよね。いいね、うん、で、L 金具のこっちのペグの方はですね、ペグ穴の方は付属のこのペグね、うん、これが、まあ、ちょうど入るここの穴と、うん、あとここの穴はあの普通のペグが入るぐらいの大きさ、うんうんうん、通常テントで使うような、なんか両方多分いけると思うんですよ、うん、なんかそこら辺も工夫されててね、すごくいい作りなんじゃないかなと思います。 1,2,3,4 枚、 L 金具が4枚あって、ワッシャーが 2,4,6 あるから両方使えるね、予備ではないよね、こっちとこっちに、うん、ワッシャーを入れてこう、うん、まあ、しっかり固定できます、うん、ていうか今回は風ないから、とりあえず両サイドだけでいいかな。うん、そうだね、うん、でそれではですね、早速このリフレクター広げてみようと思います。じゃんじゃーん、あ、今だ、おー、大きいね、うん、大きい大きい、おー、いいね、男の人が2人すっぽりなんか入ってる感じだったもんね。うん、だったね、あのこの間のキャンプの人たち、うん、ウィンドスクリーンを今設置してみました、はい、こんな感じですね、うん、結構全体的に焚き火台を覆うことができて、あの熱がさ反射してる感じあるよね、あるある、違うよね、いつもの感覚と。あ、もう全然違うでしょ、全然違うね、もうすごいんだね、ウィンドスクリーン違うよね、やっぱね、あるのとないのとでは、うん、どう、さっきより、まあ、
うん、全然来る。来るよね。うん、さっきあんまり届いてなかったもん、暖かさが。あ、だよね。で、今あの薪を入れて、今ちょっと日が落ち着いてるんですけど、うん、ちょっと一回撮ってみようか。うん、よし。じゃあこのリフレクター撮ろうと思います。はい。でその前にこれちょっと熱いか。熱い？あ、全然熱くない。外側は熱くない、うん、中は熱いよね、もちろん。内側は、いや、熱多分反射してるから全然熱ないよ。へー。今ね、こうね、うんうん、いいですか。はいはい。あ、もう全然違うよ。あ、違う、もう全然違うよ。なくなった。あ、もうないもん。ない。もう風に持っていかれた持っていかれた、うん。こんな熱いんだ。でも全然違う。あれする、リフレクターすると全く顔が熱い。だから遠赤外線が、うん、多分飛んでんだよ。バンバン飛んでんだよ。いいですか。はい。こんな、あ、今もう、もう違う。もう来た。もう違う。もうね。あ、そんなに。これすごい。あ、すごい。ちょっと、ねえねえ、ちょっと座ってて、座ってて。私が撮るから。座ってて。あ、じゃあ、はいはい。もう一気に持ってかれるからね。いくよ。うん、はい。ね、本当だ ね一気に持っていかれるでしょ、うん、さーってなくなるでしょ。何なんだろう、あ、熱量的に言うと半分以上持っていかれてる。そう、もうね、そこだからまだ多分ちょっと暑さ感じるけど、うん、もう私のところとか全くだから。だよね。あ、こんなに違うんだね、うん、全然違う、ね、ちょっと待って、ここ座ってみて。もう一回試したいことがある。これは先ほど説明したように、あの2人用の角度です、うん、焚き火をする人と隣にいる人も漏れなく2人あったかいっていうスタイルなんですけど、うん、ソロスタイルやってるよ。あ、いいよ。全部こう自分に返ってくるように。あ、最高やね、それね。じゃあ例えばね、これ撮るよ今。これね、はい、はい、今ソロスタイル、うん、全部持っていかれてるよね。持っていかれてるだよね、うん、まあここら辺はあったかいかなっちゅうぐらい、うん、で、いくよ。これ、ソロスタイル。もう顔が熱いもん、ほら、もう熱い。これ全部一人に来てるから。もう全部一人に来てるもん。来てる。うん、全部一人に来てる。ちょっと顔が熱い。あ、そんなに、うん、全然違う。全然違う。だからなんか、こんな感じでいいって感じ。ああ、なるほどね。うん、こうやってする必要ないって感じ。うん、これでも全然あったかい。すごいね、うん、リフレクターって。だってね、何がすごかってね、こう、なんていうの、温度の差を可視化できるように温度計で測ろうって言ってね、忘れてるもん。だったそのためにあれ出してんだった。そう。まあ、この風が逃げないって、持っていかれないっていうだけで全然違うと思う。うん。ちゅうかこれ本当に熱くならないね。なんかすごくない？時間じゃなくて。いや、熱反射してんじゃない。だってさ、そのトングとかちょっとこう、あの 日に近づけたけど、わって熱くなるじゃん、うん、先っぽが、うん、まあね、そうだよね。今こんだけ近いんだよ。だよね、そうだよね。ここら辺とかめっちゃ熱いんだよ、手を置いたらさ。でも後ろに、リフレクターの後ろとか全然熱くないんだよ。こっち来てん、ここ。熱くならないようになってんの、まさか。あ、外気温で冷やされてんのかな。そんなことある。まあでもこれは熱くなってないです。うん、今のところね、うん、まだでも初めて何分、まだ初めても多分まだ20分ぐらいしか経ってないよ。この表面がまずあのシルバーですね、うん、で熱を反射してくれます。で背面ブラックでかっこよくて1年保証がついてます。でペグもついてて、あの L アングルですね、 L 金具もついてて、まあ、固定をできると。な、風にも強い。でお値段がですね、まあ、Amazon で購入したんですけど4380円ですね、うんうん。まあ、でもこれは本当お値段以上かわからないけど買ってよかったですね。満足度はかなり高いです。でサイズが縦が60センチの横があの122センチです、うん。でちなみにですね、あのこの焚き火ってなんでこうやってリフレクターをするとあったかくなるかっていうと、まあ、さっき説明したように360度、まあ、熱がいっているのを向こうの無駄な分をこっちに向けるっていうことなんですけど、輻射熱って言うんですよね。輻射熱っていうのは遠赤外線で空気とか風とか関係なく物体を温めてくれるもの、まあ、電磁波みたいな感じですね。だからまあ太陽の熱が地球に届くのも輻射熱っていうことですよね。
だからその輻射熱を反射させることによって向こうの分をもう漏れなくこっちにねで暖かくなると、うん、それプラスあの風防にもなるって説明したんですけど、あの対流って言って、まあ、温められた空気は上に行くんですよね。でそれで冷たい空気がどんどん来て、まあ、炎が上に上がって燃えていくわけなんですけど、なんだろう、風を遮ることによっての薪 の、 あの燃費を上げてくれるっていうか、うん、長持ちさせてくれる、うんうんうん、的な効果も若干期待できるらしくて、うん、まあ、それなんかも含めるとね、本当に ね、 そうだね、うん、いいんじゃないかなって思います、うん、でこのリフレクターっていうのは輻射熱をこっち側に向けるっていう感じ、うん、簡単に言うと、うん、それだけでめちゃくちゃあったかいっていう、全然違います、全然違うよね、はい。で、あの遠赤外線はあの表面だけじゃなくて体の芯までやっぱ温めてくれるんだって、うん、あの遠赤外線いいって言うよ、うん、まあ、体に、いいよね、聞くよね、そう、体に害は全然ないみたいで、なんか本当芯から温まる、まあ、それだけさ、顔が熱い熱いって私言ったじゃん、うんうん、紫外線じゃないから焼けないってことだよね、別に。そうね、紫外線で、うん、遠赤外線だからだよね、うん、いやでもすごい熱かったの、顔がだよね、うん、ポッポするもんね、そう、もうちょっと早く買ってればよかった、うん、結構そういうのでもあるよね、あるある。これは特にね、あのベテランキャンパーの方多分もう大体知ってるんだと思う、うん、だよね、うん、僕たち結構まだにわかなので、うん、まあ、気づくのが遅かったんですけど、っていうかその効果を甘く見てた、うん、こんだけこの反射してくれるっていうのを、うん、そこまで思ってなかっただし、やっぱりあのキャンプ始めたばっかりだと、うん、買い揃えるのも結構そうね、かかるじゃない、うん、なんかまあ後回しになるんだよね、そう、後回しになっちゃうよね、でもこれ絶対焚き火台とセットで買った方がいいと思う、うん、いいね、冬場は特に、ね、多分冬だけキャンプに行く方も、うん、多いと思うので、うん、絶対あった方がいい、だってこれ後ろ黒でかっこいいもん、うん、だよね、そうだよね、うん、あ、でさっき説明してなかったんですけど、ここにね、あのちっちゃい穴ついてるんですけど、うん、見えてるかな、あの連結できるんですよ、おそらく、ああそうかも、うん、両方ついてる、両サイドあのちっちゃい丸あるので、うん、下もついてる、上と下についてるからだよだよ、連結できるね、うん、そうなったら本当こう広くできるね、うん、できるリフレクター、焚き火台一周囲えるじゃん、誰が温かいの誰を温めてるの、ここね、もうあの遠赤外線をバーって反射させたすごいやつをあの上でこう、誰が待ってんのその上でお星様これは道間違いないでしょ、4本とも全部焼きます。 We used to hang around town pretty late Spent the week thinking about our next dayIt was easier then, so much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. Said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe.またちゃんとよく来てきたんだ、どういうこと、おめでとうしてきた、友達も食べる、食べるって食べるんだよ、食べるんだよ、ちょっとプルプル回さないと色がまだちょっとしかついてない、本当だ、あそのぐらいがそうだよね、そのぐらいがいい、いただきます、うん、うまい。 I guess I've had some things to figure out But now that I'm done, I'm full of doubt Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine But you seem to be doing just fine Now I think about youI just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't.
cash as if they tried. Now we didn't care at all. By winter or spring or fall, we felt so alive. And girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all. By winter or spring or fall, we felt so alive. And girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Ooh, we just had one of those things. We had one of those things.